シェルビーはアメリカ合衆国のオスカロライナ州クリーブランド郡の都市であり、同郡の郡庁所在地でもある。シャーロット広域都市圏の西の端にある。2010年国勢調査での人口は2323人だった。シェルビー氏は、軍人であり、ケンタッキー州知事を2期務めたアイザック・シェルビーにちなんで名付けられた。シェルビー市内のアメリカ合衆国国家。 歴史登録材としては、銀行家の家、クリーブランド郡庁舎、イーストマリオンベルベディア公園歴史地区、ジェームズ・ヘイワード・ハルテイフリーメイソン院建築、ビクター・マクブレイアー博士テジョージ・スパーリングテハと、離れヤ、ジョセフ・サトルテウェブリー、ウェスト・オーレン通り歴史地区がある。2015年6月、サウスカロライナ州チャールストーンで起きた。 境界獣乱射事件で容疑者の大乱ルーフが逮捕された場所として、シェルビーは国際的な注目を集めた。シェルビーはクリーブランド軍の南中部に位置しており、座標は北緯35度17分18秒整形81度32分16秒、北緯35.28833度整形81.53778度、 35.28833-81.53778である。アメリカ国道74号線は4車線の高規格道路であり、市内中心部の南を抜け、東は21マイルでガストニアに、西は27マイルでラザフォードトンに通じている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は21.1平方マイルであり、 このうち陸地21.1平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.17%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。クリーブランド軍祭、2010年撮影シェルビー、アップタウンのドン・ギブソン劇場は、シェルビー生まれのカントリーミュージシャン、ドン・ギブソンにちなんで名付けられた。元の映画館を使っており、 ライブ音楽の演奏会場に転換された。シェルビー市公園とレクリエーション部は60年以上に、渡って市民に娯楽を提供してきた。市立公園は150エーカーの広さがあり、美しく整備された野球場、遊戯場、ピクニック場、水遊び場、9ホールのゴルフコース、舗装された歩道、停鉄投げ場、庭園がある。1500席の観客席とステージのある体育館を、 備えたコミュニティセンターもある。さらに、歴史あるハーチェル・スピルマン開店木場、ギフトショップ、改修された、周回式小型列車もある。毎年80万人以上が訪れている。アール・スクラックスセンター、アメリカ南部の音楽と物語を提供する、博物館、2014年1月11日にオープン。ハイテクのこの博物館では、バンジョーの革新化で、 伝説的な存在であるアールス・スクラグスを検証している。ティモシー・タイソンの著作、ブラッド・ドーン・サイン・マイ・ネームの映画版はシェルビーで撮影された。またスーザン・コリンズの著作、ハンガー・ゲームの映画版、ハンガー・ゲームの収穫シーンもシェルビーで撮影された。ケーブルテレビ HBO のコメディショー、イーストバウンド・ダウンの架空の都市シェルビーが舞台である。 ウィルミントンで撮影され、実際の死には、地理も文化も、ほとんど似ていない。俳優で作家のダニー・マーク・ブライドは、死の大きさ、姿勢、名称からヒントを得て、この場所を選んだ。ABC ファミリーのテレビ番組、Make It or Break It の第10話では、シェルビーが、ローレン・タナーの母のいる場所として研究される。トラベルチャンネルで放送された料理番組、 ビザールフーズウィズ・アンドリュー・ジマーンの第41話ではホストがシェルビーで毎年開催されているリバーマッシュエクスポニーク2007年11月11日オキシジョンネットワークのキャプチャードは1966年にシェルビーで起きたブレンダス・ブラウン殺人事件のミステリーを追ったありがとうございます